皆さんこんにちは。今日は前回トレーニングを始めたきっかけについてちょっとお話をさせていただいたので、まあ、その続きをちょっとまたラジオ感覚で聞いてもらえればいいなっていうふうに思って今動画回してます。で、早速話していきたいと思うんですけど、トレーニングをまあ始めて、まあ、ゴールドジムに入って、でそこから何ヶ月かトレーニング、何ヶ月って言っても2ヶ月半とかかな、トレーニングをして、でその後にまあその高校の野球部の友達の先輩がまあ大会に出てる方で、その方と、まあ、初めてまあよく聞くゴートレっていうやつをちょっとしていただいて、それがきっかけでトレーニングの内容をもっと細かくやるようになりまして、まあその日にまあ大会を勧められて、いやまだ全然自分細いんでっていうふうに話してたんですけど、まあそういう今カテゴリーの団体もあるし、まずは一回出てみたらいいんじゃないっていうふうに言われて、で急遽もういきなり減量始めました、その時に。で当時はまだ体重も60キロもなかったんで、57、8キロぐらいで減量を始めて、でもう2ヶ月ぐらいかな、2ヶ月ぐらい、最初の1ヶ月は、まあ、ケトジェニックみたいな感じで、もうなんかその当時は全然知識なかったんで、とりあえずまあ親とダイエットしなきゃいけないんだけど、なんかあるかなみたいな感じで話してて、そしたらなんか親が本屋で低糖質ダイエットやるって言ってたんで、なんかこうライザップのこれぐらいのなんかちょっと細長い低糖質レシピみたいなやつを買ってきて、でそういうのでなんかいろいろ作ってもらったりして、まあいろいろ協力してもらいながら、まず1ヶ月体重落としたんですけど、もう思った以上にその、まあ、写真でいろんな人の大会の写真とか見てたんですけど、こんな体なんねえじゃねえかと思って、どうすればいいんだよって思って、1ヶ月経った頃にまたもう一回その人当時都内の方のゴールドジムにいたんですけど、またこう遠征して、まあ、その人の仲間も含めて、まあ、トレーニングしたりとか食事に連れてってもらった時に、カーボ足りねえんじゃねって言われて、カーボって何ですかってなって、まだ始めたばっかだったんで、炭水化物だよって言われて、英語でカーボハイドレートって言うんだよねって言われて、あってなって、カーボ、あ自分炭水化物抜いてましたって言って、マジでってなって、そりゃ体縮むよってなって、あそうなんだと思って、じゃあ今日はもう、その時ステーキ屋さんにいたんですけど、もう米いっぱい食えって言われて、で食べたら次の日めちゃくちゃ体張って、なんか血流も良くなって、でその食べた2日後3日後ぐらいに体重がまたストーンと落ちたんですよね。あっと思って、やっぱ炭水化物って減量に必要なんだって思って、でそこからあとの1ヶ月はまあ取ってたんですけど、取ってたって言っても1日 100g も取ってなくて、米ちょっととあとバナナ食べてたぐらいなん でそれでもう残りの1ヶ月減量してました。まあ最初の減量だったんで、もうジムは1日2回行くし、まあ、トレーニングしてたっていう有酸素ばっかやってましたね、本当に絞りたくて。でも有酸素はトータル2時間は軽くやってて、多い時は1時間有酸素をかける4セットやったりとかして、1日の中で、まあ、それも学生だったからそんな時間あったんですけど、まあまあ初めて出た時のね、減量中はもうなんか不健康すぎて、でそれで、まあ、結果的にまあそれなりに絞れて出たんですけど、まあボロボロで負けて、まあ、悔しくて、でもまあ腹減ってたんで、とにかく食いまくったんですよ、その後。そしたらちょっと汚い話なんですけど、食べても食べても便が出なかったんですよ、全く。なんかおかしいな俺と思って、ずっとなんかもうお腹妊婦さんみたいになっちゃって、お前太りすぎだろって言われて、いや
食っても何も出ないんですよって言って、でそしたら結局胃腸がもうびっくりすぎちゃってたみたいで、その1週間後ぐらいに急に高熱出て、もう本当に40度ぐらいいきなり出て、でまあ時期も時期だったんで胃腸炎かインフルエンザだと思ったんですよ最初。でインフルエンザの検査したら引っかかんなくて、胃腸炎の検査も引っかかんなくて、でまあ胃腸炎でしょうみたいな感じで、そのまあ地元の町のお医者さんも言ってて、まあ、1週間休みなって言われて休んで、ただまあその間もう吐き気もすごいし、下痢も汚いって話なんですけど、下痢もすごいし、で食欲はないし、食ったらすぐ出ちゃうみたいな感じで、もう上からも下からもみたいな、本当もう地獄の1週間で、体重がまあ10キロ以上すごい増えたっていうか、15キロぐらい食った分こう乗っちゃったんで、出なかったんで何も便が、それがもう一気に1週間でスーッと落ちてって、もうげっそりしちゃって、でもまあ熱も下がったんで、バイトもちょっと休ませていただいてて、すいませんまたちょっと治ったんで、当時の飲食店だったんで検便って言って、検査のキット出して、まあ合格だったら菌がなければ来ていいよと言ったんで出して、2、3日して OK 出たんで、じゃあ明日から出勤しますって言って出ようとしたら、その日にまた腹痛くなってきて、またもう上からも下からもで熱も出て、これおかしいわってなって、もう一回検査しに行ったら、なんかもう胃腸がもう内臓がおかしくなっちゃってる、胃腸もそうし内臓がもうなんか機能がおかしくなってるって言われて、それで急遽入院しました。で点滴も打って、うわもうやらかしたわと思って、その時はもう親にはめちゃくちゃ怒られましたね。あんな減量し、あんなことしてるからだよって言われて、二度としないでよって言われて、まあ、結局その後もねバリバリ今現在まで大会出まくってるんですけど、まあでもその時に改めて思ったのは、まあ、今にもすごい生きてるんですけど、やっぱ食事減量は本当計画通りちゃんと、やっぱカロリーとか計算すれば減量ちゃんとできるんで、まあ、そういうところちゃんとしてすればあんなことにはならなかったなっていうのはありますね。でまあそれが1年目の、まあ、2016年かの冬ぐらいで、で翌年2017年もまた大会に出て、まあ思うような成績出せなくて、ちょうどその時まあトレーニング1年目が終わって2年目に入ってたんですけど、まあ同じゴールドジムで、まあ入った時からすごいかっこいい体の人がいて、まあなかなかやっぱ接点がなかったんで、その時は知り合いもいなかったし、だんだんこうずっとやってるうちに、まあなんかちょっと可愛がってもらえるようになって、いろんな人にで、まあいろんな知り合いのつてで、まあその方とちょっとこうアクション取れて、お話ししたりとかいろいろ話してて、でなんかすげえこの人絶対なんかやってるよなと思って、まあ、ただのトレーニングしてる、好きでトレーニングしてる人じゃないっていうのは分かったんで、絶対なんか大会出てるなと思ってて、で当時本当に視野が狭くて、ベストボディとで自分が出てたのが、まあ、サマースタイルアワードって大会なんですけど、その2つしか知らなくて、何出てるんだろうと思ったら検索したら出てきて、あNPCJ っていうんだみたいな、フィジークみたいな感じで、フィジークってなんだろうと思って、まあ、いろいろ調べてたら YouTube とか見てて、うわフィジークかっこいいなと思って、フィジークっていうのはサーフパンツ履いて、まあ、上半身裸で出るんですけど、まあ、その自分が最初出てたそのサマスタの大会とは違って、やっぱ大きいんですよね、みんな大きいし、こうなんか男らしい筋肉で、まあ、こう大胸筋がしっかりあって、肩も大きくて背中もみたいな感じの選手が多くて、まあ自分もいつかこんなとこ出てみたいなって思ってて、でまあそれでその2017年2年目の大会が終わった後に、夏前かトレーニング教えてくださいっていう風に思い切って話して、まあそれで教えてもらえるようになって、まあ今考えると本当大事やさなと思うんですけど、当時はまあでもそのおかげでやっぱトレーニングも上手くなったし、やっぱ自分の今自分の中では肩は結構得意な部位で、まあ、肩の成長がこう著しく良くなったのもやっぱトレーニングしっかり教わって自分でやっていくうちに効かせ方が分かったりとかしたんで、
まあまあ今のね自分のトレーニングに生きてますけどね。でまあいろいろ出会いがあって、で2018年に、フィジークに出ました、初めて。でフィジークに初めて挑戦した時は、まあ、これも前回のあのビフォーアフターの動画でちょっと出してるんですけど、写真は今回出しませんけど、まあ、その時は本当に過去、まあ、結構いい最高ぐらいかな、もう結構あのもう絞りに絞って、その時はもう大学4年生だったんですよね。もう2018年なんで2年の時に始めたんで、大学4年生の最後でもう就職も決まってて、単位も取れてたんで、4年生の時はもう全く学校行ってなかったんですよ。ほとんど週に1回行くぐらいで、で授業1コマとかで、あとはもう本当にトレーニングに費やしてたんで、バイトとトレーニングやってて、なんで最後の大会、その2018年のフィジークに初めて挑戦した時はもう24時間もうボディビルみたいな生活をしてて、まあ、それもあっていい成績も残せたし、本当に何もこう邪魔されずに自分のペースでトレーニングとか食事とかできたんで、まああの時はすごいなんか今までで一番こう減量モードになってたというか、あの一番何も無駄なものことを考えずに集中できた年だったかなって思いますね。まあ、もちろんそのサポートもあって、まあ結果が少し残せたっていうところなんですけど、多分あそこで出てなかったら自分去年もフィジーク出てなかったと思うんですよね。そのいつか出ようとは思ってたんですけど、結局大学4年生の時も出ようかなとは言ってたけど、出ないよと言われてたんですけど、いやまだちょっとみたいな感じで、夏過ぎぐらいまではもういやいやって言ってたんですけど、まあ、急にあの知り合いの友達が俺出るって言って、はもう今から出るのってなって、間に合うっつって、いや行けるっしょってなって、あと2ヶ月ちょいしかなくねってなって、2ヶ月半か行けんのっつって、まあ俺も暇だし出るわってなって、まあ、そんな理由で出たんですけどっていう感じで最初は出たんですけどね。結果的にまあ順位もらえて、多分あそこで出てなかったら、やっぱその大会、実際の NPCJ の大会の雰囲気とか、フィジークってこういう感じなんだっていうのが多分味わえなかったんで、出てないとね。出てたから、まあ、去年もまあ普通に出ようってなったし、なんでまあ4年生の時か最後のまあ学生の時に大会出てよかったかなって思いますね。まあ大学4年の時は仕事関係も含めてまあいろんなことがあったんですけどねまああの時の自分がいるからこそ、まあ、今も頑張れてるというところもありますね。で2019年、今実際に社会人になって、でまあいろいろこうバタバタして環境も変わったりはしたんですけど、結果的に大会出れて、去年も去年はもう完全になんか減量にこう集中できなかったんですよね。去年はちょっとまあ言い訳になっちゃいますけど、なかなか気持ちが入らなかったりとか、こういろいろ環境の変化に追いつけなくて、ちょっと気持ちが折れたりした時期があったんで、まあ、そんな中でもまあまあ、いろんな人にサポートしてもらって、支えてもらって、で2019年も無事になんとか、最終的には12月の大会が最後なんですけど、いい体で出れましたね。でまあ本当はそのもちろん優勝したかったんですけど、まあいろんな部分でやっぱ自分に去年はちょっと甘かったんで、まああの順位は妥当かな、6位っていうのは妥当だったなって思います。なんでまあ今年はもうちょっと気合い入れてやらなきゃなって思うんで、まあ今コロナウイルスでね、ちょっとあんまりトレーニングも満足にできてなくて、それみんなそうだと思うんですけど、やっぱね大会もなんかどうなるか分からないと思いますし、第2波が来るっていうね話もあるし、絶対あると思うんで、今後だから本当に大会がねなくなっちゃうってなると、やっぱ今の自分のモチベーションっていうのは、まあ、前の動画でも話したんですけど、やっぱその野球やっててやりきれなかった悔しさとか、あとはまあいろんなね
その節々で負けたりとか何かいろんな出来事があって、その、まあ、ガタンって気持ちが落ちるところを、まあ、自分はいつもなんかこうやるぞっていう風になって、その度こう頑張れてこれたんで、やっぱこう俺何かこう落ちる時があると、その分自分は結構そこから行こうってなれるタイプで、まあ、そこはなんか自分で言うのもあれなんですけど、まあ、強いのかなって思ってて、まあ、でもメンタル自体はそんな強くなくて、ただまあそういう時はなんかちょっとお休みすればまた頑張れるんで、去年も結果的にそんな感じで、もうこういう波が激しくて自分でも、まあ、結果的に最後また出れてっていう感じなんですけどね。また話まとまんなかったですね。うわ、こんな感じですねで、まあ、今年は一応その去年の12月に出た大会にもう一回出たいっていうふうに今のところ考えてて、その、まあ、ワールドレジェンドクラシックっていう大会、今年もまあやれ予定通りやれば12月にあるんで、ほぼ同じ時期にで、まあ、そこに向けて逆算して、オフも大会終わってからも、まあ、体重を増やしたりとかトレーニングやちゃんとやったりとか、いろいろ自分でプランは立ててやってて、まあ、目標の数値はある程度クリアできてても、なんでちょっと早いんですけど、まあ、コロナが収束はしないと思いますけど、まあ、6月ぐらいにまたね、その緊急事態宣言がおそらく解除されると思うんで、まあ、そこぐらいからまたねジムも再開できると思うし、それを機にまた、まあ、早い、ちょっと当初の予定より早いんですけど減量再開しようかなと思ってて、再開というかまあスタートか、大会に向けて、まあ去年とかの反省も生かして、すごくこう時間をとってカロリーをたくさんとって、でなるべく有酸素運動をしないようにやりたいと思ってるんですよね。まあ、またそういうね、大会に向けてのいろいろプランとか、細かいね、ところも動画として残していけたら、やっぱ自分のためにもなるのかなと思うんで、はい、もし無事に大会が開催されれば、まあ、自分としてもいいなと思いますし、うん、今のなんかその生きる生きがいじゃないんですけど、大会がないとやっぱ1年が充実なくなっちゃって、自分の中でコンテストに出向けて減量して、まあ、毎回その自分の体をアップデートしていって、まあ、満足するっていうような感じなんで、今のそのトレーニング始めてからの自分のスタイルが、そこがなくなっちゃうといろんなところに、まあ、良くないんですけど影響してきちゃって、大会コンテストっていうものがあると、やっぱ自分の中で1年が充実するんで、すごくそれだけでも満足なんで、自分はまあ今こうやって YouTube やってるのも、まあそのいろんなね自分なりの思うところがあってやってるわけで、うん、なんで大会はちょっとね大変ですけど、まあなんとかできたらなって思い、まあ、できたらなって自分がね運営してるわけじゃないんで言えないんですよ、そんなことは。なんとかね、少しでも日本が少し活動できるようになって、大会も運営できるようになってくれればなって今思ってます。まあまあとにかくね、今のトレーニング、まあ、今っていうかここまで続けてこれたそのまあモチベーションとしては、やっぱりそのね、さっきも話しましたけど、過去にやっぱその自分がうまく頑張れなかったっていうところがあったんで、もうそれに尽きると思います、今頑張れてるのは。もうなんかこれでトレーニングをやめちゃったら、次に何かこう、まあ、仕事はもちろんねちゃんとやるのは当たり前なんですけど、何かこうね自分の中で趣味を見つけてとか、まあ、今こんなに夢中になれる競技って虫来ちゃったないんで、野球以外ないと思うんですよね、これだけ集中できてのめり込めるスポーツなのかな、まあ競技が。だからまあ今後もまあ自分が満足いくまで続けていきたいと思ってますし、まあ、そこも含めて、まだね登録者が80人ぐらいしか、まあ、前もうちょっといたんですけど、しばらくやってなくてね減っちゃったんで、まあ、ほんと少ない人数ですけど、やっぱこうね80人
ていうのは数はそれをまあ小さく見るのか大きく見るのか、どう捉えるのかによってやっぱやることも変わってくると思うんで、まあ、自分としてはその一人でもなんかそのね見てこうやって気にかけて見てくれる人がいるっていうのは、まあ、SNS に関してもそうなんですけどやっぱりありがたいことで、こんなねちんちくりんなね若いガキみたいなやつのことをねそうやってこう見てくれて気にかけてくれる人がやっぱ一人でもいるっていうのはやっぱ生きていく中でなんか嬉しいですよね。一人でもいるっていうのはだから頑張れてるっていうのもあるんで、今後もねなんか少しでも自分でこう活動していってまあなんか少しでも上にこう競技者としてもそうですけどなんかこういければなって今気持ちがあります。まあ、なので、今後もね皆さんにちょっとこう支えてもらいながら頑張っていきたいと思いますので、ちょっともう新年の挨拶みたいになっちゃうんですけどもうね5月なんですけどまあ2020年もまあ頑張りますのでまた、まあ、こう動画を見ていただいたりとかコメントしてもらったりとか SNS で、ね、なんか DM くださったりとかしてまあ本当にアドバイスでも何でもいいんでやっぱこうした方がいいよとか YouTube でもいいと思いますしなんかこうその一言が頑張るこう原動力になるので今後とも、見ていただいている方よろしくお願いいたします。はい、またまとまりなくなっちゃったけど今日はまあこの辺でちょっと締めますので早く自粛がね明けてまあ自粛明けだからといってわーってこうね遊びに行っていいわけじゃないですけどいろんなところに行っていろんな人とねトレーニングしたりとかいろんな動画をね自分を撮って作っていきたいと思うので、まあ、そこも含めて皆さん今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。I'm sorry.